疲れ様です。お疲れ様です。今日は何ですか？今日は韓国料理。韓国だ。はい。俺来月ちょっと韓国行くんですよ、旅行で。だから今日はちょっとね、チャミスル。チャミスルや。チャミスルのソーダ割りと、はい、韓国料理、お酒に合うやつ一品ずつ作って旅行練習。韓国の旅行練習。これが作るのはチーズボール。材料にはこれだけ。かけるチーズとジャガイモ。これでね、なんとかちょっとやってみるよ。僕はチヂミです。でまずこれどうするかっつうと、普通にこれ、これ。韓国だとショットでストレートで、まあ、こうやって飲むわけよ。こういうの入れて、こうやって。おうおうおう。こうやって、やだー。こうやって。うわ。あーってやんだけど。やだー。全然美味しくない。まあこれちょっとね、こうやって。入れて。まあ普通にうまそう。こういう飲み方もね、最近ね、ちょっと韓国でハイボールブームで、まあないことはないんだよね。チャミスルって言ったら、この瓶もさ。こうやってやって、ほうほうほう、こうやってな、渦巻き、そう、こうやってやって開ける、そうすると、うん、そうすると気分がいい、気分がいい、なるほど、何で混ぜてるんですかそれ、でもこれ飲んでさ、韓国の気分ね、チャージャーから、コンベイ、うま、なんかジュースみたいな、うま、柿の種でやってるわ、これで今日やってるんで、柿の種。まず適当に水200、はい、レンジで、あ、2分ぐらい、あれじゃない、これお湯、じゃがりこをあげます、で、この中にこれをこうやって焼けどしそう、焼けどしそう、焼けどするんじゃない、で、マジそれ、待ってる間に先のチーズを裂いて、うんうん、で、これ食べながら、あー、じゃがりこできた、3分経ったかも、絶対1分で、3分経ったじゃがりこに片栗粉大さじ1、ここに砂糖入れっかな、ちょっとね、こうやって混ぜていくと完成、完成、じゃあまずフライパンにオリーブオイルで、さっきのね、このじゃがりこね、これをこうやってちょっと水をね、水をペペーとこう手につけて、こいつをこうやって酢飯の要領だ、そうそうそう、で、ここに、まあ、これを、まあ、2個ぐらいかな、さっきのやつを乗せて中に入れたら、もう1個すくってこうやって蓋をして、結構でかいんですね、閉じ込めて、こうやって、もう、ていうか酒がハイボールに変わってるんやん、そう、中町だ、全部不定しくれ、不定しくれ、チボザップ、チボザップ、チーズボールザップ、チボザップ、はい、じゃあこの今の要領でここにボンボンを乗っけるので、余ったチーズは食べます、はい、余るチーズ、あー、いいよ、バーってこう、はい、中火で、うん、いい、こんな感じ、まああの、うわ、うまそう、丸くはなんないよね、なかなか揚げてるわけじゃないから、これ完成っす、次に耳鶏に変わるんで、終わりました、終わりました、僕はもう終わりました、チャンネル登録よろしくお願いします、で、僕チヂミいきます、キムチチーズ海鮮チヂミ、前回の餃子はまずかったからな、はい、あれが唯一の補填です、僕料理人生のリベンジな、って言っても超簡単で、材料っていうかもう入れていきます、どんどん、ここに、あ、これなんですよ、一番大事な材料、薄いな、なんか色、うん、色薄いな、いきますよ、超簡単なの、まず薄力粉 200g 入れるね、で、水も同じ量 200ml、 片栗粉、小麦粉、水、片栗粉が1:1:0.5、いい、で、卵1個、はいはいはい、おー、上手、はい、で、シーフードミックス、はい、全部入れんだ、ごついね、今日このチヂミ、まあいいよ、俺のやつがさ、あのおもちゃみたいなやつだな、おもちゃみんな大好きキムチ、はい、まあこれも好きな量、お好みです、こんなもんかな、どうぞ、キムチは最高ですから、混ぜ終わりました、うん、火つけたフライパンにごま油を入れました、はい、あらかじめね、今チンチンに熱くなってます、いきますよ、はい、あ、多いな、いいね、いいね、こんぐらい、いつも重いんだよな、これ2枚でしたな、2枚、まあ、じゃあ1枚は道具街で食べますよ、そうだね、はい、ひっくり返すシーンまで待ちで、ひっくり返すシーンまで待ちです、チャンネルはそのままで、そのままでザッピングしないで、いや、いい感じだな、これもひっくり返せるな、いや、ちっていいっすか、いいよ、コロッと、腕の見せ所だね、そんなの余裕ですよ、はい、いきますよ、はい、3、2、1、いきますよいきますよいきますよ、結構重かった、重量が結構いい、本分の人修正や、結構いい、いや、あっ、十分ですね、十分だ、はい、ちゃんとひっくり返せました、で、ここにとろけるチーズ、はい、この後カロリーだ、見た目ピザっす、
女子見てないのに、うちのチャンネル。でもこれ男大好きですから。本当に？はい。これ？男はキムチでしょ。男はキムチ。キムに蓋します。はい。蓋できてんのこれ？できた。ついてない？できてます。来ましたよ。じゃあこれを切って盛り付けて食べてきしに飛ぶんで、カンナもお会いしましょう。カンナも来ましたね。とうとう、はるばる。そうだね。はい。3時間かけて。カンナも来たじゃね、こんなん食わないけどね。はい。結構うまそうなんだよな。チーズボールね。まあ、偽チーズボール。一旦ね。一旦これっすね。これ、これは後でまた飲むから、一回ハイボールで。乾杯。お疲れ様です。しっかりしてんだ、これ。しっかりしてる。このタレの詳細は、ポン酢と、コチュジャン。と、ごま油。ごま油。いただきます。いただきます。あ、結構うまい。うん、うまい。タレちょっと少ないですね。二人でこれ一個食べるの結構大変だと思う。うわちぃ。もう一口いこう。ねっとりしてる。分厚すぎて。もうね、粉が多すぎて、シーフードミックスが見つからね。うん。たまーにしかいないですね。薄いとこ振っても薄いとこ。でもハイボールには合いますね。ハイボールって何でも合うよ、これ。白米でも合うよ、これ。うん、もう厚みだよ、この。2倍ですね、普通のチヂミの。うん。パンだよ、パン。チヂミパン。食感はポンデリング。これ2枚来たら、オーブインってなっちゃう。次、じゃがりこチーズボール。いただきます。ます、お、うん、おい、おい、ああ、おい。なんか出来たてが良かったな、やっぱり、これね。うわ、でも新大久保の味する。味はね、あれ、サービスエリア。高速のサービスエリアにある味。ありそう。外の。そう。ハイボールに合うな。うん、飲めない。なんか今日、あれだな。あんまし、うん、いろいろあんましうまくいけない気がするな。どっちもギリセーフですからね。ギリセーフっていうのは、見方を変えればアウトなんだって。そうか。全然でもハイボールには合いますよ。清水これもね、お好み焼きに、確かに。かなり近い。私の動画ランキングのワースト1位が今マッシュポテトコーン餃子じゃん。2位にこのチヂミが。まあまあ美味しい。味じゃねえ、味じゃなくて食感とかボロボロを含めて、これチヂミとして出てきたら、うんうんって思うでしょ。チヂミがねえな。確かに焼く時のフライパンに入れる時の分量を少なめでやったらかなりうまいと思います。パリッパリッと、表面、うん、味はだって味はチヂミですもんね。味は違うんかい。タレがなんか、ね、味噌感出てんだよね、タレが。あ、ちょっとコチュジャン多すぎた。うん、チヂミのタレだったらサラサラしてる。ラー油とごま油と醤油いいんだよ、ね、あとごま、あんなごま好きなのにさ、はい、今回ごま使わなかったのは結構、確かにチヂミというかごまだから、はい、ごまラーからしたらちょっとお点ですね。ごまたく、なんだかんだそんなこんなね、もう食い終わっちゃう。もう1枚分余ってるんですよ。俺がちょっとやっていいですか。やります。いや、やる。ちょっとね、これね、このままじゃこの動画がちょっと持たない。終われない。終われない、終われない。よっしゃい。じゃあこの、残り、残りも。残りっつうか、それ。自分の分だよ、それ。俺の分。いただきます。残りっつうか、自分の分だよ。自分の分。あっ！じゃあ、余った生地で、俺がこれ作ってきたんですよ、チヂミ。今、さっくり。こんな感じ。で、タレも作ってきたんで、ちょっとこれにつけて食っていきましょう。これこうやってつけるわ。はい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 。定番のチヂミのタレっぽい。いただきます。チヂミっぽい気がするな、なんかちょっと。うん、カンナムだわ。あとタレをさっぱり気にしてる。うん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 。この薄めに焼いた感じでめちゃめちゃいいですね。そこがさ、結構サクサクしてない。はい、薄いから。薄いとこがうまいよね。うん。じゃあちょっと、これで食ってみて、これで。僕のタレですね。そう。味噌なんだよな、それ。あ、これもこれね。めっちゃ合う。うまい。あ、うまい。うん、合う。韓国だ。うん。これはこれで。でも俺、韓国でチヂミ食ってる人見たことないんだよ。まあ言われてみれば。見たことないよね。チーズ伸びっかな。あー、伸びてる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 。おー、まだいく。おー、結構伸びた。これに関しては、出来たてだったらって感じだよね。冷めちゃいましたからね。うん、サクサク感もないし。砂糖もちょっと多くてよかったな。最後につけてもいいかもしれないですね。あ、そう、まぶすやつね。粉、はい、の砂糖があればいいけど。でもお腹いっぱいになったな。縮みで、確かに。縮みでめちゃめちゃお腹いっぱいになったな。チャミスルすげえ残ってんのあったよ。最後ね、チャミスル割り。チャミスルはマスカットだろう、うん。知らんけど。見たことない、マスカット。全部いきます。ちょっと待って。
これ。じゃあ、俺も全部減る。8割、7割。あれ、おかしいだろ、これ。これ、怒られるぞ、韓国人に。こんな量飲める?あの、チヂミ食わなきゃ飲めた。うわ、チャミってんな。喋って。結局韓国って日本からすごい近いじゃないですか。インスタグラマーとか、なんかみんな韓国に行って、いっぱい SNS アップして、自分が楽しんでることをアピールして、やっぱそれって友達から見たら、うわ、アピールしてるわ、かっこいいかわいいって思うけど、結局なんかその、あれですよね。だからその、それですよね。それもまあ大事だけど、早く止めてもらっていいですか?いや、まあ、人のやってんの見るとね、はい、滑稽だわ、マジで。それであのその音ずっと言って。いつ止めに来てくれるんだって。それはあのその音ずっと言って。そうですよ、もう。なんもないのに。なんもないのに。痛かったね。はい。韓国の知識マジないですか ?2 回しか行ったことないです。チンサマ、チンサマシッサよ。チンサって。無事。無事。無事です。韓国語は。りょうさんペラペラなんで、びっくりしました。韓国でタクシー運転手のおじちゃんと二人で爆笑しながら、こっちは何言ってか分かんないのに。いえいえ、俺も何言ってか分かんないから適当に笑ってたら、向こうが調子乗ってめちゃめちゃ喋ってるんで。来月行きますもんね、りょうさん。そう。僕、今回は連れてってもらえなかったです。りょうさん、楽しんできてくださいよ。気をつけてください。前回行った時、だって、もう連絡も取れなくて、もうどこにいるかも分かんない。ね、俺はでも、海外じゃ基本的にも一人プレイしちゃうから。携帯のバッテリー切れてるのに、一人で街をさまよってるっていう、ね。ホテルにもチェックインもせずに。はい。韓国で食べたあの、ジャージャー麺が死ぬほどうまかったです。ジャージャー麺は、韓国で食うやつは違う。全然違う。日本でも結構食ったけど、やっぱね、全然違うよ。うん。赤坂とか行けばね、結構うまいの食えんだけど。はい。でもやっぱ、この、カンナスタイルで食うのは全然違いましたね。りょうさんの韓国の友達の方々に、はい、その地元の美味しい店、めちゃめちゃ連れてってもらって、そこのカンナムの店全部うまかったっす。結局ね、韓国料理ってみんな日本で食うのがサムギョプサルとかさ、チーズタッカルビとか、いろいろあんじゃん。で、あれって現地で食わないわけよ。みんな食うのは俺だから見たこともないやつ。で、やっぱ日本人ってその勘違いして、韓国料理は韓国でよくあるやつ。あれも結局日本人に好きなように全部やられてるから。で、そういうのやつをなんかもう勘違いしてたみんながさ、写真撮ったりとかしてさ、もう韓国行った気になって、それは結局そうじゃなくて、向こうで食うやつは全然違う。校長先生のスピーチ会。まあ俺韓国来月行くから、その時には市場とか行って、向こうの市場って海鮮料理とかいろんな料理を屋台のおばちゃんがいろいろ売ってて、それをこうもらって食べるとこがあって、で店がもうバーって一つ並んでて、でそういうとこで食って、で俺ピン、まあうちらの動画で初めてのピンだよね、ピン撮影。あとコンビニ飯とか、コンビニ飯もさ、いやそこでも売ってるも全然違うし、そういうのをちょっと撮って、まあ一人でもね、やっておこうかなって思って。うわ、楽しみ。そう。編集は任せてください。しめて。りょうさんの韓国旅行楽しみにしてるんで気をつけて行ってくださいよ。本当に大丈夫？見るだけ喋るの好きなんですよ本当は。俺もここで任せると全く喋れない。りょうさんだから本当にもう不安なんで。なんでなくし物とか酔っ払いすぎて。大丈夫だ。そこなんだからそこだけ。韓国人みんな優しいから。もしかしたら次の動画からりょうさんいないかもしれないんで。次の動画カンナムショーから檻の中で撮影始めましたね。それだけはやめてください。じゃあ今日もなんだじゃあって。まあ次の動画はまだここら辺で撮ってますけど。そうだ。来月の動画気をつけてください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあごちそう。ご視聴ご視聴じゃご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。